山本周五郎作、喋りすぎる。武行職記録所の役部屋へ、小野十代夫が入ってくる。彼は汗になった稽古着のままで、時には死内を持ったままのこともある。おい土だ、と十代夫は怒鳴る。今日は帰りに一杯やろう。 マスヘイへ行こう。いいな。それから市半時もすると、またやってくる。やっぱり稽古着のままで、額に汗が光っている。マスヘイはよそう土だ。と、重大湯はどなる。あそこは気取ってて面白くない。袖町の吉野で一杯やろう。いいな。 またある日は、やはり汗になった稽古着のまま飛び込んでくる。汗止めもそのまま、片手で袴を掴んで、湯気の立っているような顔でせいせいと荒い息をしている。おい土だと重大湯は怒鳴る。まだ終わらないのかまだ仕事があるのか 土田正三郎は黙ったまま、机の上をゆっくりと手で示す。まだ仕事の残っている時は、机の上には書類や帳簿が広げてあり、すずり箱の蓋が開いてい,い、彼の手には筆が握られている。仕事がもう終わっていれば、そこには書類も帳簿もないし、 すずり箱には蓋がしてあるし、机の上はきれいに片付いている。よし、道場へ来てくれ。と、十代友は片付いている机の上を見て咳立てる。ちょっと道場へ来て相手になってくれ。勘が立ってしようがないんだ。一本でいいから相手になってくれ。さあ行こう。 おい、手っ取り早くしてくれよ。そこで土田正三郎は立って行く。道場は三の丸の武庫の脇にあり、国元の前なら門人たちがいるし、国元すぎでも自席の安川大蔵がいて、土田が稽古着になるのを助ける。早く来いよと、 十大悠がせき立てる。いつまでかかるんだ。手っ取り早くしろよ。じれったいな。などと言って足踏みをし、少しのまもじっとしていない。土田はすっかり道具をつけるが、十大悠はすめんすこてである。というのは、打ち込むのは重大悠で、土田は受けるだけだからだ。 さあ、十代祐は市内でビュッと空を切って叫ぶ。行くぞ。土田正三郎は市内を西岸にとる。まだ門人たちがいる場合は、はめ板際に並んで見ているし、安川一人の時は、彼だけが祭壇の下に座ってこの稽古を見る。 重大湯は鋭く絶叫し、大きく踏み込んだり、脇へ飛びのいたり、また土田の周囲を敏速に回ったりする。絶叫の声は道場全体の空気をつんざくように聞こえるし、床板は今にも踏み破られそうに悲鳴を上げる。この馬鹿げてやかましい物音と、 目まぐるしいほどの十大悠の動作に応じて、土田は竹刀を西岸につけたまま、ゆっくりと体の向きを変え、常に十大悠と生体するようにした。この間に幾度か、十大悠は引き立ちという皮脂を試みる。十大悠自身の編み出した技で、 この手にかなうものはないと定評がある。だが、土田正三郎だけは、その手に乗らず、一度もうちを取られたことがない。やがて十代祐は汗まみれになり、肩で息をしながら市内を下ろす。これまでだ、と十代祐は怒なる。 汗を流してくるから待っていてくれ。十代油が出てゆくと、安川大蔵が立ってきて、土田が稽古着を脱ぐのを助ける。面を取ると、土田の顔にも汗の滲んでいるのがわかる。三度目の引き立ちはすごかったですね、と安川が言う。 てっきり一本と思いましたよ。土田は何も言わない。私にはどうしてもあの手が避けられません。と安川は言う。随分工夫してみるんですが、どうしてもダメですね。そう思い込んでるだけさ。と土田が静かに言う。腕は五分と五分だよ。 私がですか土田は黙って微笑し、安川の肩をそっと叩く。そこへ十代友が着替えた袴の紐を締めながら出てきて、さあ帰ろう。なんだ、まだ汗も拭かないのか。早くしろよと咳立てる。といったようなことが月に二度か三度は必ずあった。 おかしなことだが、小野十太夫がそんな風に落ち着かなくなるのは、土田と一緒の時に限っていた。普段でも、どちらかというと気の早い方だが、土田と一緒にいる時ほどせっかちで、こら性のないような試しはなかった。また、土田章三郎も、平いはもっと話をするし、 動作や虚偽も、周りの人たちと変わったところはなかった。それが、十大友と一緒にいる時だけは、まるで人が違ったように無口になり、することが鈍重になるのであった。しかも二人は、寝る時以外は離れたことがない、と言われるほど仲が良く、 十代優が年流修行のため、江戸へ行っていた三年間を除いて、およそ五歳の時から二十六歳になるまで、一日として顔を合わさない日はなかったのである。土田の父は小兵と言って、四百石余りの中老。小三郎はまだ、 家督を取っていないが、奉行職記録所の尊り心得を命ぜられ、薬料十人ぶをもらっている。長島藩は三万八千石。城代画廊の篠田劇でさえ五百石とちょっとだから、土田の四百石は降禄のうちに入る。 小三郎は一人息子で、妹が一人あったが、これは十二歳の年に死んだ。母親の名穂は、篠田氏の出であるが、この篠田は、上代画狼の分家であり、後継ぎがないため、絶景になっていた。小野十太夫は、金十頭で、百三十石。 22歳で剣術道場を預かり、25歳で師範になった。前の師範は柳川又左衛門と言って、やはり年流を教えていたが、家職は書院版であったし、40歳を越す頃から国学に凝り出して、剣術の面倒を見るのが億劫になったのだろう。師範の役を 重大友に譲った上、自分は隠居してしまった。おのと土田の家は、前には隣り合っていた。土田は敷地も広く、建物も広く大きく、おのは小屋敷であったが、ごく幼い頃から、二人は仲が良かった。年は同じで、 隣同士だから絶えず行き来をしていたが、一度も口論をしたことがないし、十代友の方が大人びて何事によらず兄貴ぶっていた。それは彼が早く父親に死なれ、十六歳で家を相続するという困難な境遇にも、 めげなかった性格の現れであったかもしれない。十代湯には、聖という母親と、亀次郎という弟がいた。彼は少年ながら、家職を務め、母親に仕え、剣術に励みながら、自分で弟を浅間家へ養子にやる奔走までした。 この間も土田との行き来はずっと続いていたのだ。十大友が家徳をする前、米町の民家から出た火が武家町まで延焼し、オクの辻の小屋敷三十数棟を灰にした後、おのの家で焼き止まった。幸い土田は無事だったが、 小屋敷はところがえになり、お野はまとば下へ移された。そこは武家町のほとんど端に近いので、そのため土田へ行くにはお城の大手を回って、炎症蔵のある二の丸下まで歩かなければならなかったが、それでも一日に一度は必ず、 どちらかが尋ね合うのであった。彼らが二十六になった年の十一月、雪の降る日のことだったが、下城の時のちょっと前、例のように記録所へ十大遊が走り込んできた。もちろん例によって汗まみれの稽古着である。おい土だと、 十代祐が怒鳴った。まだ終わらないのか。土田正三郎は机の上へ手を振って見せた。そこはきれいに片付いており、硯箱にも蓋がしてあった。よし、帰りに袖町の吉野へ行こう、と十代祐が怒鳴った。雪見酒をやろう。 吉野で雪見酒をやろう。いいな。周りにいた下役たちは、それぞれの机の前で、ニヤニヤしながら眺めていた。十代湯は飛び出して行き、すぐに戻ってきた。おい土だと十代湯は怒鳴った。吉野はダメだ。あそこでは雪なんか見えやしない。 今日はマスヘイにしよう。気に入らないが、マスヘイなら雪が見られる。いいな、マスヘイだぞ。半時のち、二人はマスヘイの座敷にいた。そこは天神山の丘を背にし、前に芝野川の流れる広い眺めがあった。そのあたりには、 富裕な商人の隠居所や藩の重心の別宅があり、マス兵はただ一軒の料理茶屋で、三人兄弟の評判娘と大品の高価なことで知られていた。客は主に中以上の侍たちで、金回りのいい商人たちも来るには来るが、 侍客のある時には遠慮して小さくなって飲み食いするという風であった。小三郎と十大夫がいた時にはまだ時刻が早いのでひっそりしていた。大きな手あぶり二つに炭火をいっぱい持って、障子は開け放しのまま 雪を眺めながら飲み出した。魚はうずら湾に鴨が主で、馬煮にはキノコが三種入っていた。はじめに案内したお若という女中が二本目まで休時に座った。どうなすったんですとお若は土田に聞いた。ずいぶんお久しぶりじゃありませんか。 他にいいおうちができたんですか土田は黙っていた。いいうちができたのさ、と十代友が答えた。もっと安くってうまいものを食わせて、愛想のいいきれいな女のいるうちがね。へえ、と、お若はとぼけた顔で言った。袖町あたりにそんなうちがありましたかしら 袖町とは何だこの頃ずっと吉野がごひいきなんでしょうあのうちは年寄り夫婦に子女がいるだけのはずですけれどね。十代友は咳をしていった。袖町では吉野だけが飲み屋じゃないぜ。とすると、どこでしょうお若は首をかしげた。小花かしら 戦国かしら。何を数えてるのと言いながら、この家の娘、おみのが入ってきた。三人兄弟の一番姉で、歳は二十二、背も一番高いし、全体がおっとりしていて、いつか十代友が、 土田に女でも総領の人禄というのかなと聞いたことがあるし、妹の二人は陰でグズと言っているそうであった。次女は起きぬ、三女はおしん。十八と十七であるが、十大夫たちの座敷にはめったに現れない。土田正三郎と おの十代祐は姉のものと決めているためだという。ダメだダメだ。メだ十代祐は無礼にもおみのに手を振った。俺たちは二人で雪見酒をやってるんだ。おかも言ってくれ。俺たちの邪魔をするな。いいわよ。とおみのは二人の間に座り、得利を取って。 土田に釈をした。あたしだって雪見酒をするんですもの。若ちゃん、こっちへお酒とおかんの支度を持ってきてちょうだい。俺たちは、途中大友が真面目に言った。人に聞かれたくない相談があるんだ。ようござんすよ。百日以上も待ってたんですもの。はい、おひとつ。 勘の鈍い奴だな。ジュダイユは尺を受けながら、露悪的な口ぶりで言った。俺はお前が嫌いだ。土田もお前が嫌いなんだ。二人ともお前が嫌いなんだぞ。そんなに人をおだてないで。よく聞け、いいか。おくしてくださらないのおみのは酒付きを取っていた。 綺麗な雪だこと。土田正三郎がおみのに尺をしてやった。十代夫は土田を睨み、おみのを睨んだ。彼女は二人の恋人だったのだ。十代夫が年流の修行から帰ったのは二十一歳の時で、その帰国祝いに二人は初めて、 このマスヘイ駅、おみのの給仕で古酒園を楽しんだ。そして、十代友は一遍でおみのが好きになり、せっせとマスヘイへ通い出した。マスヘイは感情の高いので有名だから、三日にあげずというわけにはいかなかったが、少なくとも七日に一度ぐらいは休まずに通い詰めた。 誘うのも十大優であり、感情も十大優が払った。土田が心配すると、十大優は笑って、実は内職をしているのだ、と打ち明けた。富裕な商家の息子とか、家中の裕福な家のせがれなどに、内密で稽古に通い、毎月それから謝礼を取るのだそうである。 土田はそうかなと首をかしげたが、おそらく事実だろうと思った。それから二年のち、十太夫はおみのが土田の方に好意を寄せている。土田もまたおみのが好きらしく。そう気づいてから注意してみると、二人が密かに意中を示し合うようなそぶりをする。 紛れなしと認めたから、ある時土田に本心を聞いた。土田はびっくりし、口を開けて十代湯の顔を見守り、ついで微笑しながら、それは逆だと答えた。確かに自分はおみのが好きだが、おみのは十代優にのぼせている。 だから自分はなるべく二人の邪魔をしないようにしているのだと言った。嘘ではないらしい。それならおみのの気持ちを聞いてみようということになった。おみのの答えはお二人とも同じくらいに好きだというのであった。土田様も好きだし、小野様も好き。 どちらがどちらよりも好きだと比べることはできないし、お二人を別々に考えることもできない、と困ったように告白した。めんどくさいことになった。男二人に女一人では、どう片付けようもない。しばらくこのままで様子を見よう、と重大友が提案した。 三人の気持ちが変わるのを待とうというわけであろう。その時、おみのは十九で、そろそろ縁談が断れなくなっていたが、ぐずと言われるにしては心が強く、やんわりと体を交わしてきた。心の中ではひそかに、十大優か土田の嫁になるつもりだったらしい。 二人の方でも三者の気持ちの落ち着きようで、おみのを妻にしてもいいと思っていたのだが、この三すくみの関係は丸三年、つまり今年の春まで続き、十代雄が腹を立ててしまった。こんな子供じみた通俗なバカバカしい話があるか、と彼は言った。 俺も土田もおみのも呆れ返えたやつだ。もう打ち切りにしよう。こうして十大友たちはマずヘイを避けるようになったのだ。酒が飲みたくなれば、袖町とか米町などの気楽な店で、町人たちに混じって飲み、家中の修儀不修儀でやむなく マスヘイへ上がらなければならない時でも、おみのとはできるだけ接近することを避けたし、おみのもまた強いて二人に近づこうとはしなかったのである。さあ、相談があるならなさいな。おみのは五つ目の逆きをすすりながら言った。まさか、無本の契約でもないでしょ 私は雪を見ていますから。強情なやつだな。と言って、十代湯は土田を見た。前から話そうと思っていたんだが、どうだろう土田。机の上の仕事なんか誰にだってやれる。この辺りで俺と一緒にやる気はないか。土田正三郎は十代湯を見て、 静かに目を細めた。操作剣術だよ。従太夫は一口飲んでうなずいた。専門にやらなくたっていい。一日に一時か一時半、道場へ来て稽古をつけてくれればいいんだ。土田は細めた目で従太夫を見守り、それから首を左右に振って 道場に席のある奴は37人と十来友は続けた。みんなボンクラばかりで俺の後を任せられるような人間は一人もいない。いやわかってる。安川大蔵のことは言うな。土田には安川の能力が見抜けないんだ。土田正三郎はお見のを見た。 おみのは彼の酒好きに尺をした。そんなことはない。と土田が低い声で言った。安川はいいよ。十代友がやり返そうとすると、お若が子女たちと共に、角だるや片口や缶鍋をかけた火鉢などを運んでき、賑やかに缶の支度を始めた。 十大湯がやかましいと怒鳴り、おみのが看板を引き受け、お若たちは去って行ったが、出て行く時にお若は振り返って、重大湯にぺろっと舌を見せた。マスヘイは女中のしつけがいいな、と十大湯は言った。そこを閉めろ。土田は炙ったかもを、 両手でむしりながら食べた。お客様もしつけがいいんじゃありませんかと、おみのが言った。はい、おしゃく。よく考えてみてくれ、土田。十代友は飲みながら言った。別に急ぐわけじゃない。俺はどうしても土田が欲しいんだ。あたしを欲しくはないの おみのは、手酌で酒をすすった。あたし、もう二十二にもなってしまったのよ。飲みすぎたな、と十代湯が遮った。今日は飲むの。おみのは、なまめかしい表情で微笑し、手酌でまた酒をすすった。これまでずっと胸にしまっておいたことを、 今日はすっかり言うつもりよ。マズヘイの娘とお客様ではなく、土田様、小野様と海野。男と女のタイで行きましょう。いいわね。俺の失敗だったな、土田。と十代優が言った。吉野にすればよかった。初めてお二人が見えたのは、私が、 十七の年だったわ、と、おみのは続けた。それから十九の年に、あの話が出たのよ。一体、二人のうちどっちが好きだ土田か、俺かって。おのさまが、膝詰めでおっしゃった。とんだ雪見酒になったぞ、と、十代友が言った。まあ、おくをしよう。 あたし、途方にくれちゃいました。十代湯の尺を受けながら、おみのは続けた。あなた方はいつもお二人ご一緒だし、土田様もおの様もいいお方だし、一人ずつ別にお会いしたことはないでしょその話なら蒸し返すことはない、と十代湯が言った。 三年前に相談し合って、ちゃんと決まりがついている。あたしはまだ娘のままよ。何の決まりがついたんですか三人の気持ちが変わるのを待とうということだったろう。だが肝心な点は一つ。おみこうが誰を選ぶ気持ちになるかということだ。 卑怯だわと、おみのは言い返した。あたしは二人とも好きだし、この気持ちは変わりようがないんですもの。こういうことは男の方の方で決めるのが本当じゃありませんか。俺は身の甲が欲しい、と重大友が真面目に言った。けれども、土田を押しのけてまで、 自分のものにしようとは思わない。あなたはと、おみのは土田を見た。土田は空の桜をじっと見つめていた。十代夫とおみのは、その様子を眺めながら、ややしばらく待っていた。おい、と十代夫が言った。 お前喋りすぎるぞ、土田。土田正三郎は十代湯を見て、照れたように頭を下げ、うん、と口の中で声を出した。それまで喋り続けていたが、注意をされて口をつぐんだというふうに見えた。つづめて言えば、と十代湯が言った。 俺が代わりに続めて言えば、土田の考えも俺と同じだということなんだ。つまり彼もまた、俺を押しのけてまで、おみこうを女房にする気はないんだ。じゃあどうすればいいのおみのは酒好きの酒を煽るように飲んでいった。あたしもう二十二よ 縁談は片っ端から跳ねつけてきちゃったし。こんな年になっては、もう嫁にもらってくれるとこなんかありゃしないわ。一体あたしはどうしたらいいのよ。それはだの。重大友は少なからず押され気味になり、うなり声を漏らしてから言った。つまるところ、 身の甲はこのマス兵の長女で、だとすれば後取りだから、いずれ自然と向こうをもらうことになるんじゃないかそうだ。と、彼は自分の着想に勇み立って続けた。嫁に行くことなんか考えるな。マス兵の信頼と身の甲の器量なら、向こうに来ては、それこそ芝野川の砂利だぞ。 私がお二人の他の人と一緒になれると思うんですかおみのは手酌で一口すすってから、いぶかしげに重代祐の顔を見た。何よ芝野川の砂利って。何でもない。忘れてくれ。と重代祐は手を振っていった。大体いいこういう話は世間にありふれていて、 ちっとも珍しくないし、シャレにもならない。今日は雪見酒だ。そんな話は予想じゃないか。マスを出たとき、古外は暮れていた。風はないので、カッパと傘をつけた二人は、雪の中をのんびり歩き出した。 危なかったなあと、重大友が言って、おかしそうに笑った。身の甲のい居直ったぜ。あたしをどうしてくれるんだって。冗談じゃない。結婚の約束をしたわけじゃあるまいし、三人の気持ちが変わるまで待とうと言っただけじゃないか。今でもそれが変わらないとなれば、責任は俺たちだけにあるんじゃない。 おみこうにだってあるんだ。みのこうは自分をも責めなければならないはずだぞ。そうだろう。と言って土田を見た。そうかもしれないが、と土田が答えた。笑い事じゃあないな。そこでよせ。と十代友が遮った。お前は喋りすぎる。土田昌三郎は黙った。 笑い事じゃないさ。俺たちはこれが三度目だぜと十代友が言った。はじめは北園の娘。二番目は安川の妹。覚えているか土田昌三郎は黙ってうなずいた。はじめは十五の年だったろう。火事のある前。おのの家がオクの辻にあった頃。 同じ小屋敷の中に北園勝兵という難度役がおり、そこに菊野という娘がいた。三男四女という古袋者であり、菊野は次女で十六歳だった。十代優は北園の長男の勝野城と剣術の仲間で、家も近いことだし、菊野が好きになった。 以前から知ってはいたが、好きだと思い始めるとすぐに、土田正三郎を連れて行って、菊野に引き合わせた。男の十五と女の十六歳は一つ違いとは言えない。女の方が体も感情もずっと大人である。十大優は、 自分が子供扱いにされているように誤解し、対抗しようとして土田を連れて行ったのだが、すると土田も菊野を好きになったことが分かった。菊野は左の目が少し斜視で、人を見つめるとそれが生めかしく、こびを含んだように見える。菊野について語り合ったとき、 二人はどちらもその目つきに見せられたことを知ったし、お互いの気持ちがどんなに熱しているかも理解した。まもなく土田正三郎は北園へ行かなくなった。十代優の方が古くからの知り合いだから、自分は身を引くべきだと思ったのだが、十代優もすぐにそれを察して、 菊くののことは、諦めてしまった。俺は、おの家を背負っているんだからな、と、十代優は、分別ありげに言った。今から、女のことなんか、考えていられやしないよ。安川の妹は、しずと言った。これは、二人が十八歳の時で、おのが、 修行のため、江戸へ行くまで、一年近く続いたものだ。静は、器量も十人並みだし、どこといって特徴のない、ふっくらとした感じの、おとなしい娘で、年は十五歳だった。安川の母と、土田の母とが、娘時代の友達だったため、安川の母が、 娘のしずを連れて、しばしば訪ねてきた。しずが十歳くらいの時から、土田昭三郎は知り合っていたが、好きだという感情が目覚めると、これまた十だ友を同席させずにはいられなくなった。半分はしずを見せる気だったろう。いくらかは自慢したかったとも言えるが、 十代祐は一目で静にのぼせ上がってしまい、十代祐がのぼせ上がったことを土田翔三郎も感じ取ったのであった。また鉢合わせだ、と二人はお互いに思ったが、今度は譲らないぞと腹を決めたことも一致していた。二十歳になったら嫁にもらおう。 俺は、おのの当主だから、早く、身を固めなければならないんだ、と十代友は思った。妹が死んで、俺は一人息子だ、と、土田は土田で思った。早く嫁をもらって、親たちを安心させなければならないからな。二人とも、まず、彼女の心をつかもうとした。 シズの気持ちをしっかりつかむ方が勝ちだ。演談はそれからのことだと思い、彼らなりにいろいろ努力をした。もちろん、重大優は勤めのほかに道場での稽古があったし、土田昭三郎は奉行職記録所へ勤務の命が出たから、努力をしたというのは主に主観的な意味で、 実際にこれこれのことをしたという実績はあまりなかったようだ。この間に二人の感情には幾度かの波があった。すなわち、十代優は土田が早く静の心を捉えればいいと思い、土田正三郎も同じことを十代優に期待し、それが逆になって、 今度こそ、俺が静を嫁にもらうぞと、互いに心の中で生きり立つ、という具合だったのだ。そうして、十大優が、江戸へ修行に行くことになり、それと一緒に、土田も静から遠ざかった。親友の留守に、親友を出し抜くのは嫌だ、と、土田翔三郎は言命した。 その時、十代友と土田と喧嘩になった。そんな試しは、後にも先にもない。たった一度のことなのだが、問題は静で、自分が留守の間、安川へ近寄らないというのは侮辱だ、と十代友が怒り出したのである。それは、恩着せがましい上に、 傲慢だと言い、土田も珍しく安川から遠ざかるのは俺の自由だとやり返した。兄弟よりも仲のいい二人、いつも形と影のように離れない二人が、口論を始めたので、周囲の者たちは半ばびっくりし、半ば好奇心をそそられて、その成り行きを見守っていた。 十代夫は赤くなって怒鳴り立て、土田も肩を怒らせて叫び返し、やがて下城の時が来て、大手門を出るまで続いた。その頃には大勢の者が二人の後からついてき、二人はついに特っくみ合いになった。十代夫の方が先に飛びかかり、 土田を押し倒したが、土田はすぐに跳ね返して、反対に十代湯を押さえ込んだ。さあ、どうだと土田が言った。ちょっと待て、と十代湯が言った。待てとは何だ周りを見ろ、と十代湯が言った。こいつらは、俺と土田が、無二の親友だということを知っている。 にもかかわらず、二人の喧嘩を止めようともせず、面白そうに見物しているとは、不人情じゃないか。それはそうだ、と土田は手を離した。こんな不人情な奴らに見物させることはない。と言って、重大夫は立ち上がった。こいつらから先にやっつけてやろう。 見物していた者たちが逃げ出したのは言うまでもないし、二人の喧嘩もそれで終わった。十代湯は江戸へ行き、土田正三郎は静から遠ざかった。おい、ちょっと待て。十代湯が急に雪の中で立ち止まった。その話で思い出したが、 安川の妹はどうした知らないな。もう嫁に行って子供の二三人もいるんじゃないかうん。十代友は指を折ってみてうなずいた。そうだろうな。もう二十三ぐらいだからな。北殿の娘はどうしているあれは嫁に行って死んだよ。と、 十大悠はまた歩き出しながら行った。行った先の名は忘れたが、初めてのお産がひどい難産、そのために死んだということだ。土田正三郎は黙ってゆっくりとうなずいた。十大悠は傘の縁を指ではじいて雪を飛ばし、カッパをバタバタと 鳥の羽ばたきのように降って雪を払いながら、口の中でブツブツ独り言をつぶやいていたが、急に何事か決心したように、じゃあこれで、と言い様、ま、辻になっている道をせかせかと右の方へ曲がっていった。その翌日から五日の間、 十代友は土田の役所へ現れなかった。役部屋の者たちは不思議そうな、そして何か始まるぞという刺激的な期待のために、仕事も手につかないような目つきで、密かに土田昭三郎の様子を見守っていた。頭取の梶井ソ兵衛は三日目に気がついたらしい。 峠部屋は役所の中で一人だけ別になっているが、三日目の下場の時が近くなってから、仕切りのふすまを開けて土田の机のそばへやってきた。どうしたんです、あの豪傑はと峠は温厚な笑顔で問いかけた。二三日見えないようだが、何かあったのですか 私は何も知りません。と土田は答えた。多分、忙しいのでしょう。あのくらい想像しい人間もないが、来ないとなると気になるから妙なものだ。と頭取は言った。病気でなければいいがな。五日目にも姿を見せないので、役所が終わった後、 土田は三の丸の道場へ寄ってみた。十代湯はすめんすこてで、上位の者に稽古をつけていた。汗止めは元より、稽古着も汗びっしょりであるが、これまでに見たことのないくらい力のこもった、精悍な稽古ぶりであった。道場の臆病口で見ていると、 安川大蔵がそばへ来て、木礼した。元気なようだね、と土田が言った。あの通りです。安川は苦笑した。もう、二時以上も休まないんですよ。何か、わけでもあるのか。そのようですが、安川はちょっと口ごもって、 口止めされていましてね。この四五日、とんと姿を見せないんだ。病気でもしているんじゃないかと思ってね。あの通り元気いっぱいです。いずれ、小野さん自身から話されるでしょう。決して心配することはありませんよ。と言って、安川は向こうへうなずいてみせた。気がついたようですね。 十大竜が走ってきて、荒い息をしながら怒鳴った。どうした土だちっとも現れないじゃないか。風でも引いたのか。当時、長島藩では治水工事に関して面倒な事件が起こり、不審、材木、感情の 三分業と住職との間に三年越しの吟味が行われていた。工事は芝野川と黒川との合流点に水量を調節するための二重水門を作る計画で、もう七年も前から着手されたのだが、出水のために二度失敗した上、形状費や 溶剤の不正が発見され、その責任問題がやかましくなっていた。だからといって、家中全部がその紛争に関係しているわけではない。工事の担当者とか、吟味にあたる役人や住職のほかは、普段と変わりのない生活をしていた。 土田の属する記録書は、役目の性質から多少は事務が煩雑になり、時には下場が一時も遅れることなどもあったが、銀味事件そのものには、無論関わりはなかった。十大優の武沙汰は、さらに十日近くも続き、それからある日、 例のように突然、稽古着のまま飛び込んできた。今日は一緒に帰ろう。と、重大湯は、片手で額の汗を拭きながら怒鳴った。久しぶりで一杯やろう。いいの下役の者たちは忍び笑いをし、仕切りの襖を開けて、家事尊りが覗いた。 十代祐はそんなことは目にも入れず、飛ぶようにして出て行ったが、またすぐに戻ってきた。帰る前に道場へ来てくれ、と十代祐は怒鳴った。ちょっと、相手をしてもらいたいんだ。いいな。土田は目で返事をし、十代祐は走り去ろうとしたが、その役部屋にいる、 若侍の一人を認めると、部屋中に鳴り響くような声で咎めた。この頃、稽古を怠けている。そんなことでは上達しないぞ。どうして道場へ来ないんだ、と畳みかけるように言った。その若侍は、赤くなった顔を机の上へ張り付くほど伏せ、口の中で、 何やら答えながら、さも忙しそうに筆を動かしていた。また想像しくなるようだな。家事ト取ドが襖を大きく開け、土田のそばへ来て、机の上を眺めながら言った。道場へ行くんなら、もう片付けるがいいでしょう。住んだ分だけ受け取りますから。今、 お届けいたします。と、土田は答えた。道場には、十代夫と安川だけで、他には誰もいなかった。十代夫の脇に道具が置いてあり、土田正三郎を見るなり、待ちかねたように、面、小手をつけ始めた。今日は、俺が受ける。と、十代湯は言った。 土田がうちをやってくれ。土田は十代湯を見た。文句を言うな。と、十代湯は面の中から怒鳴った。そっちでうちを入れるんだ。遠慮はいらない。俺を粉砕するつもりでやってくれ。土田正三郎は物問いたげな目をした。文句を言うな。と、 十代祐は死内を取って素振りをくれた。さあ、支度をしてくれ。土田は稽古儀に着替えながら何があったのかと安川大蔵に聞いた。安川はただ肩を揺り上げただけであった。道場へ入っていった土田は自分の死内を取って立ち向かうと、 十大悠の面と銅へ、見事な打ちを二本入れた。弱い弱いと十大悠が叫んだ。もっと力いっぱいやれ。そしてさらに怒鳴った。俺を仇と思って打ち込むんだ。さあ土田正三郎は鋭い打ちを面へ入れ、十大悠が受けると、 死内を返して体当たりをくれた。十代祐は転倒し、転倒したまま十二三尺も滑って行き、これまでと叫んで面を脱いだ。馬鹿力だ余計なことをと言いながら、十代祐は足を投げ出した格好で、小手を外し、胴を脱いだ。 安川がそれを助け、十大湯は額の汗を手で押し拭った。半時の地、十大湯と土田は芝野川に沿った縄手道を歩いていた。俺は安川の地図を嫁にもらう。と十大湯が言った。依存があるか 土田は目をそばめて十代祐を見た。安川大蔵の妹だ。忘れたのか。と、十代祐が言った。この前二人で話してから、気になったので、安川に聞いてみたんだ。すると、まだ未婚のままうちにいるという。母親に亡くなられて、 女手がないため、主婦の代わりになったので、婚期を逸したということだ。十代友の口ぶりには、生々しい感動がこもっていた。彼は安川家へ訪ねて行き、静と会って話した。彼女が嫁に行かなかったのは、主婦代わりをしなければならなかったからではなく、 土田と十大悠の二人を忘れることができず、そのどちらかでなければ一生を共にする気になれなかったためである、と告白した。十大悠は続けて安川家へ行き、その度に静と話し合った。安川大蔵はすでに結婚して二歳になる子供もある。 シズは父親や弟の世話をするだけだから、その機会さえあれば、いつ嫁に行ってもいい立場であった。これらの事情を話し合っているうちに、シズの気持ちは十代愉に傾いてゆき、十代愉も次第に心が決まってきた。俺は抜け駆けをした形だが、 卑怯ではなかったつもりだ。と、従大夫は肩を怒らせるような調子で言った。会って話すたびに、必ず土田のことを話題にし、むしろ土田を推薦するように努めた。けれども、静の気持ちは少しも迷う様子がなく、俺との結婚なら承知すると言った。 十代湯が立ち止まったので、土田昌三郎も足を止めた。暮れかかる空は青ずんで高く、まだらに雪の残った河原の向こうで、芝の川の流れが静かに背音を立てていた。死災はこの通りだ。と言って十代湯は土田を見た。そっちに、 依存があれば聞こう。土田正三郎は高い空を見上げ、唇を舐めながらしばらくの間黙っていた。よし、もうそのくらいにしろ、と従大友が言った。土田はいつも喋りすぎる。土田正三郎は照れたような苦笑を漏らし、 十大友は、おおと吠えながら、力を込めて、右手の拳を空へ突き上げた。若い勢力が体内に満ち溢れていて、どうにもじっとしていられない、という風うな声であり、動作だった。少し寒くなったようだな。土田が言った。待て。 まだ話が残ってる。と、十代友が遮った。土田はこれからマ平兵へ行くんだ。今日は元より、これから先も暇があったら、自分一人で飲みに行くんだ。わかるか土田正三郎は目を細めた。おい、先走ったことを思うな。 十代祐は土田が何か言ったことを静止するように続けた。まず聞け、いいか。安川の静がなぜ俺を夫に選んだか、その理由がわかるか。土田は黙っていた。十代祐はすぐに続けた。それはな、俺が一人で安川へ行ったからだ。 はじめからの計画じゃない。しずが未婚のままにうちにいると聞いて、どんな風に変わったかを見た上、まだあの頃のように美しかったら、土田も誘って行くつもりだった。嘘じゃないぞ。本当にそう思って尋ね、しずと二人だけで話した。その、初めて尋ねて行った帰りに、俺は、 シスの様子に昔とは変わったところがあったことに気づいた。よく聞いてくれ。いいか。ここが肝心なところなんだ。前にはどこかに隔てがあった。こっちを見つめる眼差しにも、話しぶりにも、品を作ったはにかみ用にも、薄い紙一重を隔ててみるような。 もどかしさが感じられた。それが今度はまるで違う。すべてがしっくりと割った木を合わせるように、お互いの感情が隙間なしに通じ合うのだ、とジューダユーは言った。お互いがそれだけ歳をとった。つまり大人になったためだろうか、と考えてみた。 今季に遅れたシズの気持ちが男を求めて焦っているからではないか。いろいろ考えたがそうじゃない。問題はシズの方にだけあるんじゃなく、俺の方にもある。俺の気持ちもあの頃とは全く違っているんだ。と言ってジュダユは土田を咎めるような目で見つめた。 これはどういうわけだ二人のこの変わりようは何だ俺はそれがどんな原因によるものか知りたかった。それで土田を誘う前に、その理由を突き止めようと思い、二度三度と一人で尋ねた。寒いよ、と土田が言った。すっかり暮れてしまった。 そうして二人だけで会っているうちに、と十代祐は構わずに言った。俺はだんだんにわかってきた。なんだと思うしずと俺の気持ちがぴったり寄り合い、結婚にまで踏み切れた理由は何だと思う土田翔三郎は黙って空を睨んでいた。それはこうだ、と十代祐は言った。 その理由はただ一つ。俺が、土田と一緒にではなく、一人で訪ねて行き、静と差し向かいで話し合ったからだ。突き詰めたことを言えば、男女の中は一対一ということなんだ。また、そこで思い当たったんだが、いつの場合でも、俺と土田は、 一体同様だった。俺が好きになれば、土田も好きになる。そして、お互いの友情を裏切らないためだと思って。二人一緒でなければ、どの娘とも付き合わなかった。バカバカしい。娘の方ではこれをどう感じるか。こっちが二人で一体同様なら、 娘の方でもその通りに感じただろう。だから、マスヘイの身の甲のように、俺たちの他の男とは結婚できないが、俺たちのどっちを選んでいいかもわからない、ということになる。これでわかったろう。俺たちは極めて子供臭い、馬鹿げた回り道をしていたんだ。土田昌三郎はくしゃみをし、 開始を出して花を噛んだ。土田はこれから一人でマス兵へ行け、とジュダは言った。一対一でやれば、身の甲の気持ちも片付くだろう。そうしたら、二組で一緒に式をあげよう。いいなその翌年の二月。 尾野重大夫は、安川静と修言した。土田昌三郎にも、婚約者ができたが、例の治水工事に絡まる吟味が終わりかかっていて、役所の事務が多忙なため、式が伸び、九月になって、ようやく修言をすることができた。相手は、マス兵のおみのではなく、 上大画廊のメインにあたる、篠原忍であった。どうしたんだあんなに仲の良かった小野と土田が、この頃、すっかり疎遠になったじゃないか。生活が変われば、感情も変わるさ。両方とも結婚したからだろう。そうだ、二人とも大人になったのさ。あの友情は、 大人のものではなかった。幼年時代からずっと続いていて、つまり遊び友達という気持ちが抜けなかったまでだ。それが二人とも再退したので、ようやく大人になったというところだろう。儚きものだね。家中の人たちはそんな風に噂し合った。 確かに、二人はほぼ一年くらい疎遠に見えた。その間にも、土田は三日か五日に一度は道場へ行き、半時くらい重大友と立ち会いをした。体を柔らかくしたいというのが目的で、別に剣術修行という意味ではなく、一汗かくとやめてしまう。 以前ならそこで一杯やりに行こうという段取りになるのだが、そうはせず、まっすぐにお互いが帰宅するという状態が続いたのである。大多数の例では、これがそのまま自然の成り行きという形になるであろう。生活が変われば、 人間の感情も変わるものだ。儚いといえば儚いだろうが、十代友と土田の場合はそうはならなかった。彼らが結婚した年の冬にかかる頃から、いつとはなしにまた接近し始めたのである。いつそれが始まったかはわからない。ある日、 十大友が、今日は一杯やろうと言い出し、それから五日起き、三日起きに飲み、一緒に稽古をした後、道場で話し込むという具合だった。そうして周囲の人たちがそれと気づいた時には、二人は全く以前の二人になっていたのであった。土田は、 酒が弱くなったな、と従来運が言った。もう酔ったようじゃないか。10月下旬のかなり強い風の吹いている夕刻、袖町という横丁にある吉野の店で、二人は付け板に向かって腰をかけていた。台を隔てて、主の留吉と、 女房のお店がいる。お店は看板であり、止め吉は魚を作る。まだ早いので、客は二人だけだし、止め吉夫婦は二人の気性を知っていたから、なるだけ話の邪魔にならないように努めていた。酔ったのでなければ、何か心配事でもあるのか、と重太夫が言った。 そうだろう。うちで何か気に入らないことでもあったんだろう。どうだ土田正三郎は逆きの中をじっと見つめた。無駄なおしゃべりはよせ。とジュダイユーはまた言った。土田は身の甲をもらえばよかった。身の甲を女房にしていればうまくいったんだ。 一体どうして身の甲をもらわなかったんだえどういうわけだ土田正三郎は静かに手を上げて、右の耳の後ろを撫でた。どう答えたらいいか考えている様子で、しかしやがてわずかに首を左へかしげた。わけなんかないさ。 と土田は言った。つまり、おのが結婚してしまったんで、あの娘も拍子抜けがしたらしいよ。拍子抜けだってジュダイユは軽蔑したように唇を片方へ歪めた。こんな場合に、拍子抜けなんて言葉を使う奴があるかマスヘイには金が預けてあったんだ。 土田が一人で飲みに行くようにって。ところが、預けた金はそっくり、マスヘイから返してよこした。つまり、お前はマスヘイへ行かなかったんだろう。行ったさ。と言って土田は重大友を見た。どうして行かなかったなんて思うんだ。金がそっくり帰ってきたと言ったろう。 俺は薬量を十人ぶち取っている。と土田は穏やかに言った。父から決まってもらう小遣いもある。それに、マス兵では感情を六様取らないんだ。どうして感情を取らないんだ土田は考えてみてから言った。多分、表紙抜けがしたんだろう。 お前はおしゃべりのくせに言葉を知らない奴だ。それも表紙抜けなんていう問題じゃないじゃないか。そして10歳か11歳の頃、土田が同じように当てずっぽうなことばかり言った例をいくつか挙げ、それでよく記録書などに勤めていられるものだ、と決めつけた。 やがて重大友も寄ってきて、話を元へ戻し、家庭でどんな不愉快なことがあったかと聞き直した。土田正三郎は考え込んだ。何が不愉快だったろう。今日うちで何か気に入らないようなことがあったろうかと振り返ってみる様子だったが、そんなような記憶はない模様であった。 じゃあ、聞くが。十代祐はもどかしそうに土田を見ながら言った。土田は女房とうまくいってるのか。土田正三郎は平手打ちでも食らったように、目を見張って十代祐を見返した。十代祐はまた土田のその目をじっと見守っていて、 それから唇で微笑した。よし、それ以上喋るな。十代友はいかにも先輩らしく言った。土田は結婚してまだ30日ちょっとしか経たない。俺はもうその10倍も経験しているんだ。いいか、ほぼ300日も結婚生活をしているが。 まだ女房との間に一度だって不愉快なことが起こった試しはないんだぞ。土田正三郎は手酌でゆっくりと飲んだ。お伊勢が新しい缶毒利を二本持ってき、二人の前に空いている毒利と変えていった。十代悠は新しい毒利から酒を継ぎ、 横目で土田を観察しながら、一人でしきりに何か合点していた。そうだ、その通りだ、と重代優はうなずいていった。結婚生活をうまくやっていくには、その点が大事だ。その点さえ故障がなければ、大抵の不平不満は解決されるものだ。 土田はそこに気がつかないんだろう。土田正三郎は唇を丸くしながら、やむを得ないとでもいう風うに首をかしげた。心配するな。俺がうまく指南してやる。と酒をすすって十代友が言った。俺も二月に終言して、 静と心情を共にするようになってから気がついたんだ。俺たちは、というのはつまり俺と土田のことなんだぞ。俺たちは二人とも女を知らなかった。酒は早くから飲み出したし、娘に惚れることは惚れた。しかし、女に触れる機会はなかったから。 まるでお先真っ暗だった。あんなにまごついたことはないぜ。まったく、まったくまごついたよ。はあ、ジュダイユは喉で笑った。バカバカしい話さ。なんだって俺たちは遊ばなかったんだ。土田正三郎は遠惑したように、片方の肩をむずと動かした。喋るな、とジュダイユが言った。 何も理由なんかありゃしない。潔癖だとか思想嫌悪なんていうものでもない。要するに、その方面にかけては育ち即内であり怠け者だったんだ。そうだろう。土田正三郎は考えてみて、そうかなという風うに首をかしげた。そうさ、それだけのことさ。 決まってるじゃないか、と従代優は言った。土田だって、結婚した時には孫ついたろう。お前は融通が利かないからな。どんなにヘドモドしたか、俺には見えるようだぜ。土田は静かに、知ってたよ、と言った。知ってたって従代優は不審そうに問い返した。 何を知ってたんだ駒使いから教えられたんだ。と土田はゆっくりと言った。十二の年にさ、十代湯の目が大きくなり、土田を睨んだまま目玉が飛び出しそうになった。駒と十代湯はどもった。駒使いに教えられたって。十二の年だったそうだ。 おい、少し離れろ。十大祐は顔をしかめながら身を逸らした。貴様、不潔な奴だな。冗談じゃない。十二夜そこいらで、ち、嫌やな奴やだな。どの駒使いだ。こそのとか言ったあのチビか。土田正三郎は首を振って否定した。出ないとすると、太っちょの方か。 俺は知らないんだ。そんなことを教えられたのにか。少し俺に話させてくれ。土田は喋りすぎる。俺ではないんだ。と土田が言った。俺はお前と同様、何も知らなかった。知っていたのは、忍の,の方で。聞いてみると、十二の年に、 駒使いから教えられたと言うんだ。十代友は反らせた体を元へ戻し、土田を目の隅で睨みつけながら酒をすすった。土田章三郎はすまなさそうな顔で、だが何も言わずに手酌で飲んだ。それなら何をそんなに気に病んでいるんだ と、十代愉が問いかけた。女房と喧嘩でもしたのか。土田正三郎は、何にも、と言って、片方の肩を、またむずっと動かした。土田正三郎には、不愉快なことも、気に病むこともなかった。実際は、小野十代愉こそ、その時、 大きな心配があり、気分が落ち着かず、イライラしていたのである。そうしてその日から、十四五日のち、十大友は目付役へ呼び出され、数回にわたって、銀味役から取り調べを受けた。理由は、治水工事で不正のあった商人と、材木奉行、 氷奉行らと関係があり、不当の金品を受け取ったということであった。十代愚に続いて土田が呼び出された。土田が証言をし、増兵の主が呼び出され、それで十代愚に対する権威は綺麗に拭い去られた。 疑われたもとは、治水工事で不正を働いた首謀者たちの中から、十代友に金が渡っていたことが分かったからであるが、これは十代友がこれらの子供たちに剣術を教えた謝礼であり、その金は別途収入として、土だと飲食に使ったものだし、 マスヘイもその裏付けをしたので、結局何事もなく済んだのであった。お前、道場を引き受けてくれ。事が片付いた後で、十大夫が土田に行った。目付役に呼び出され、吟味を受けたような体で、人に剣術の指南はできない。 土田の腕なら申し分なしだ。頼むから、俺の後を引き継いでくれ。土田正三郎は答えなかった。十代優はしばらく土田の様子を見守っていて、豪を煮やしたように向き直ったとき、昔どこかの藩に、たれそれとかいう侍があった。 と土田がゆっくり言い出した。どこの藩だか何という名の侍か忘れたがね、と土田は語った。役目が感情型だったことは確かだ。ある時、その役所で五十両という現金がなくなった。どうしたのかわからない。 薬部屋のものに権威がかかり、厳重な吟味が行われたが、それでも金は出てこないし、盗まれたのか、紛失したのかもわからなかった。そんなことはよくあるものさね。肝心な話になると、ジュダユーはイライラしていった。土田のおしゃべりはちっとも進まなくなる。 それからどうしたんだそのことは解決のつかないまま、結局うやむやに終わってしまった。ところが、と土田は一口酒をすすってから言った。ところが、無解決のまま吟味が終わった後で、タレガシという一人の侍が辞任を願い出た。 こんな疑いを受け、吟味取り調べをされた以上、この役にとどまるわけにはまいらない。それでは、自分の両親が許さない。そう主張して譲らず、やむなく役替えになった。つまり、当人の主張が入れられたわけなんだな。まことに、出所身体の潔い男だ。 と言われたそうだが、しばらく経つと妙な噂が広まった。彼はなぜ自任したのか、ということだね。銀味取り調べを受けた者は、他にも大勢いる。彼だけが疑われたわけではない。それであるのに、彼一人だけが、 その役所を去ったのはなぜだ帰り見て、やましいことがあったんじゃないかその役所に留まっていると、気がとがめて耐えられないようなことが。こういう疑惑は、五十両という金に対して、現実的な責任が明らかにされたよりも、かえって彼のために不利であり、 ぬぐうことのできないおてんとなるものだ。それでどうした噂は広まるばかりだし、無実を証拠立てる方法もない。たれそれとかいうその侍は、たまりかねて、その藩を退信した。多分、古来性のない男だったんだろうな、と、土田は巧みに、 魔を置いていった。彼が退身した後で、問題の金が発見された。どういう行きだったか忘れたが、ともかく五十両はちゃんと出てきたんだ。けれども、耐震したタレガシに同情するものはなく、彼に対する疑惑が誤りだったというものもなかった。 づめて言うと、彼は出所身体を明らかにしたことによって、帰って自分を不当な、その話はいつか聞いた、と重大運が遮った。お前は俺に師範を続けさせようとして、そんな話を持ち出したんだろう。だがそいつはでたらめだ。作り話だ。 それなら言ってしまうが、これはこの長島藩であったことなんだ。バカなことを。古い人は知っているはずだ、と父だは言った。俺は父に聞いたんだがね、五千代の知性にあったことで、その侍の名は、矢野五郎兵衛と言うんだよ。十代友の口が、 だんだんに大きく開いた。情の外れた軌道が自然と開くように少しずつ大きくなり、下顎が垂れ下がるように見えた。矢のゴロベだって従来祐は唾を飲み込んで反問した。それは土田の、そう、と土田は頷いた。 俺の母の外祖父だ。母は、篠田の幼女になっていたが、実は、矢野家の出なんだ。十代友は唇を引き結んだ。矢野ゴロ衛という名を聞いて、彼もまたその話を思い出したのであろう。不機嫌に手弱で二杯飲んだ。 お前は喋りすぎる。と、十代祐は顔をしかめて言った。一言で言えば、師範の後を引き受けるのが嫌なんだろう。土田正三郎は黙って微笑した。それならそう言えばいいんだ。と、十代祐は言った。何も例え話なんか持ち出すことはありゃしない。 嫌だと言えばわかることだ。まったく、土田はめんどくさい奴だよ。土田正三郎は何も言わなかった。その時二人は、袖町の仙国という店で飲んでいたのだが、そこを出てから吉野へ行き、腰をかけたかと思うとすぐに、十代雄が、マス兵へ行こう。 と立ち上がった。土田正三郎は反対しようとしたが、十代夫は喋るのと決めつけ、土田の手を掴んで外へ出た。マス兵では、おみのが球時に現れ、十代夫としきりにやりあったが、土田は聞くだけで、話には加わらず、しまいには肘枕で横になってしまった。 二人の生活は完全に元通りになった。十代悠に子供が生まれ、土田昌三郎は父の隠居で中老職を継いだ。そして記録所尊りを兼任することになったが、相変わらず十代悠はおい飲みに行こうとか、道場で一本付き合ってくれとか、 行って飛び込んでくるし、そうでなければ、土田の方から出かけて行き、どちらにせよ、下城の時は必ず二人一緒だった。一般には、こういう関係は嫌われるか、笑い話にされるものだが、この場合は、ごく自然に受け入れられ、家中の人たちは、むしろ、 好感を持って二人を見ていたばかりでなく、長島藩の名物という風うに考えていたようである。一例を挙げると、ある時、十大湯に江戸詰めの沙汰が出た。古小頭という役目だから、もうとっくに江戸詰めに当たっていなければならなかったのだが、 西武官道場の師範であるため伸びていた。それがいよいよ伸ばせなくなったわけで、その沙汰を申し渡すことになったのだが、老職たちの中から誰か言い出すともなく、十大湯を江戸へやるなら、土田も江戸へやらなければなるまい、という説が出た。しかし、 国元の中老職は動かせないため、協議を重ねた結果、ついに十代優の江戸詰めは延期することになった。それほど二人の友情が大事にされたというのではなく、彼らを離れ離れにすることが、なんとなく不自然であるように思えた。という方が事実に近いようだ。 土田は三十歳の年に女子を儲け、それと前後してマスヘのお美のが婿を取った。土田は女子に鈴と名付けたが、十代優は鈴を自分の子の小十郎の嫁にすると主張した。格別な意味はない。世間の親たちがよく考えることだし、 それが実現することもあり、年月の経つうちに忘れられることもある。だが、二人の場合には、ほんの少しだが変わったところがあった。というのは、結婚以来初めて、お互いの家族のことが話題になった、という点である。彼らは少年時代まで、つまり、 十代祐の家が、オクラの辻の土だけと隣り合っていた頃は、お互いにその家を訪ね合っていたが、火事の後、十代祐が的場下へ移ってからは稀になり、ことに結婚してからは一度も訪ね合ったことがない。上中や古外では絶えず一緒になるけれども、 お互いの家族とは全く交渉がなかったのだ。従って、十代友がよく、その鈴をせがれの嫁に決めた、と主張したのは珍しいことであり、言われた土田は、けげんそうな顔をしたし、主張した十代友も、主張したすぐ後で、罰の悪そうな顔をした。 二人が三十二歳になった年の十一月、十大友が吐血して倒れた。道場で稽古をしている時、突然よろめいて膝をつき、吐血したのであった。知らせを受けた土田昭三郎は、すぐに医者を呼べと命じたが、自分はそのまま事務を取り続けていた。 道場から二度も迎えがあり、三度目に医者が来たと告げられてから、ようやく机の上を片付けて立った。どうしたんだ下役の者たちは、土田の後ろ姿を見送りながらささやきあった。小野さんが吐血して倒れたというのに、何をぐずぐずしていたんだろう ご用はそれほど急ぐものではなかったのにな。同点したんだろう、と一人が言った。け血といえば尋常なことではないからな。土田正三郎が行った時、十代優は道場の真ん中にヤグを敷いて寝ていた。若い門人が三人ばかりで床板を拭いており、 枕の脇には医者の桂次席と安川大蔵が座っていた。話をしてはいけません、と医者が注意するのを聞き流して、重大友は遅いじゃないか、と口を尖らし、安川と三人で話すことがあるから、みんなちょっと遠慮してくれ、と言った。話は後だ。 と土田は柔らかに拒絶した。雨が降ったら傘をさす。病気になったら医師の指示に従わなければならない。たまには人の意見も聞くものだ。雨が降ったらだって、ふん、喋りすぎるぞ。重大友は救いがたいと言わんばかりに首を振り、目をつむった。 土田の悪い癖だ。お前はいつも喋りすぎるぞ。土田正三郎は医者の顔を見た。桂次席は無表情のまま、重大優の胸に当てた濡れてぬぐいを取り替えた。軽い症状ではないという意味か。今は見当がつかないという意味か。 どちらにせよ、土田の目に答える様子はなかった。病気の時ぐらいおとなしくするものだ。と土田は十代友に言った。どこか痛むのか。話しかけないでください。と医者が言った。十代友は口の中で、それ見ろとつぶやき、白っぽい唇に、 微笑を浮かべた。十代悠はそのまま道場で一夜を過ごし、明くる日の午後に自宅へ帰った。土田昌三郎も朝までそばにいたが、医者もつきっきりだし安川大蔵もいたので、十代悠と二人になる機会はなかった。 医者も二人のことは知っているから、話をする隙を与えないように、絶えず気を配っていたし、土田もそれを察したように、なるべく十大夫を見ないようにしていい。夜が明けて十大夫が眠ったのを確かめると、安川に後のことを頼んで、城を下がり、家へ帰った。 土田昭三郎は一睡もしなかったが、帰宅すると風呂をたかせて体を洗い、平成通り髪を直し髭を剃って、父と朝食を共にした。事情を聞かれたので、荒ましの様子を話すと、父のお蝶兵衛は途上を休めと言った。 母も、そばから休むようにと勧めたが、彼は、欠かせない御用があるからと断り、時刻になると途上して、自分の役部屋へ入った。おの様はいかがですかと、下役の者がすぐに聞いた。もうよろしいのですか土田正三郎は、 タンフと呼ぶ紙幣へ何か書き、自分の印を押してその下役に渡した。お倉へ行って、この記録を出してもらってくれ。と土田は言った。それから中林、昨日の書類はまだか。もうすぐです。と、その中林が答えた。急いでくれ。 と、土田は言った。このごろ、事務がはかどらないようだな。氷奉行からの来届はまだか。まだ参りません。と、他の指定役が答えた。催促いたしましょうか。まあよかろう。土田は、机の上へ書類を広げ、すずり箱を開けて、朱ずみをすり出した。 氷奉行か。下城の時が近くなった時、安川大蔵が役部屋へ来て、半時ほど前に十大友を家まで送ったと告げた。病気は何だった胃だろうということです。安川が答えた。吐血したのは初めてだが、知らないうちに胃がただれていて、 下血していた二層以内、体がすっかり弱っていると医者は申しました。私どもは毎日会っているせいか、そんな風には思えませんでしたが、酒も弱くなっていたようだ、と言って土田は安川を見た。道場の方は頼むよ。帰りにお寄りなさいますか いや。と、土田は顔を背けた。当分、そっとしておくことにしよう。安川大蔵は、じっと土田の横顔を見つめていたが、やがて挨拶をして去った。三日のちの朝、土田翔三郎が、途上の支度をしていると、 十代優の家から使いがあり、ぜひ来てもらいたいという口上を伝えた。十代優がまた吐血をし、土田に会いたがっている。最女も心細そうだということであった。土田は当惑したように、急ぎの御用があるので、土上の国限に遅れるわけにはいかない。 いともができたら行こうと答えて、使いのものを帰らせた。土田は、十代友を見舞いに行かなかった。それほど急ぐ事務があろうとは思えないのに、毎日、誰よりも早く役部屋へ入り、下場の時が来ても、後に残って仕事をした。おのけからは、 その後、何も言っては来なかったが、安川大蔵がたびたび現れて、十大友の容態を伝え、見舞いに行くようにと進めた。そのつもりだ、と土田はいつも答える。体が飽きさえしたら尋ねよう。もう四五日したら、時間ができると思う。 何かおことづけはありませんかないようだな。と、土田は首を振る。あれば、会った時に話すよ。けれども土田は、おのけを尋ねなかった。十代優の容体は、少しずつ、解放に向かっているという。土田章三郎に対する、家中の噂は、 次第に悪くなるばかりだった。あれほど仲が良かったのにどうしたことだ。肉親の兄弟より親密で、いつも離れたことがなかったではないか。それなのにどうして見舞いに行かないんだ。会いたいという使いさえ受けたそうだが、それでも尋ねて行かず。 見舞いの伝言もしないという。それでも親友だろうか。平穏無事な時は付き合うが、病人には用がないというわけか。そういうような非難が広まり、しばしば土田のそばで聞こえよがしに言うものさえあった。何か死災があるのですかと、あるよ。 妻の忍が聞いた。いろいろ噂があるそうで、里の篠原でも案じておりましたが、土田は黙っていた。あれほどお親しくしていらしたのですから、さぞ待ちかねていらっしゃることでしょう。どうぞ一度見舞ってあげてくださいまし。 土田正三郎は頷いただけで、何も言おうとはしなかった。十二月になって間もなく、夜の十時過ぎに安川大蔵が訪ねてき、十大友の病状が急変したこと、その日の夕食の後で、激しい吐血が起こり、一時近く失神していたこと、医者は、 桂ツラのほのに、安倍保有が立ち会い、夜半が峠だろうと言っていることなど、走ってきたために、肩で息をしながら、おろおろと告げた。万一のことがないとは言えません。どうか、一緒にいらしてください。落ち着け、と土田は静かに言った。これから行ったところで、 医者が面会を許すはずはない。朝になったら尋ねよう。しかし、万一のことがあったら。何ができると土田は安川の言葉を遮って反問した。二人の医者がついていて、それでもダメなものなら、私が行ったところで、どうしようもないではないか。うろたえるな。 うろたえると言って、安川は土田の目を鋭く睨んだ。土田さんは平気でそんなことがおっしゃれるんですか言っておくが、と土田は声を低くした。私は十代友の友人であるだけではない。中老という住人があり、奉行職記録所の りという役目も兼ねている。今は十二月で、どちらにも欠かせない御用が溜まっているのだ。わからないことを言うな、安川。わかりました。それがあなたの友情だったのですね。と安川は言った。失礼します。 安川はキビスを返して去った。この問答を父の小兵は聞いていたらしいが、そのことについては何も言わず、新所へ立つ時に、小三郎の居間の外から、雪になったぞと声をかけていった。その夜半過ぎに、十大ユは死んだ。 小三郎は父に弔問を頼んで登場し、葬儀も父に代わってもらった。年が明けて3月初め、葬孔寺で十代優の七十五日記が営まれた時、初めて土田は昇降しに行ったが、ほんの形式だけの昇降ですぐに帰ろうとした。 安川はもちろん知った顔ばかりだったが、誰も土田には挨拶をしなかったし、目を合わせることさえ避けていた。土田もそんなことには無関心な様子で、接待で刀を受け取り、そのまま出ようとすると、十代友の妻の静が、幼児を抱いて小走りにき、 声をかけた。こんにちはありがとうございました。と、静は抵当して、泣いている子を見せた。これが小十郎でございます。そうですか、丈夫そうな良い子だ。土田は幼児に笑いかけた。坊や、いくつだ 小十郎は母の顔を見、それから片手を出して、慎重に三本を伸ばして差し出した。ああ、三つか、折り子だな。土田は手で幼児の肩をそっと叩いた。お父様に負けない立派な侍になるんだよ。あの、と静が言った。 私、伺いたいことがございますのですけれど。失礼ですが、ご用がありますから。と、土田は遮って言った。どうぞ、お大事に。そして顔を背けて、そこを去った。土田章三郎は、十大友の既得が伝えられたとき、仏間にこもってよう明かした。 そういう噂が広まった。十代優の死後も、七日ごとの供養を密かに行った。家人の誰にも知れないように、仏まで夜明けまで図教して過ごした。こういう噂も伝えられた。土田の妻、忍の実刑である、篠原頼母から出た話で、 妻の忍だけが知っていたのだという。だが、そんな噂も、土田正三郎に対する反感を高める役にしか立たず、その評判は少しも良くならなかった。そして、六年という月日が経ち、土田正三郎は三十九歳になった。 その年の十二月初め、少し早めに下城した土田昭三郎は、回り道をして、総公寺へ寄り、小野十大夫の墓参りをした。工芸を上げるでもなく、手ぶらで行って墓に合掌した後、しばらくそこであたりを眺めまわしていた。 ぼんやりしていたので気づかなかったが、落ち葉を踏む足音が近づいてき、囁くような声で呼びかけられ、振り返ってみると、おのしずがそこに立っていた。黒の紋付きに濃紺の頭巾をしていたが、頭巾を取りながら挨拶をし、墓参りの礼を述べた。 土田はその後の様子を問い、静は小十郎が健康に育っていること、実刑の安川が貢献になり、二人きりでは寂しいので、安川の末弟の石郎が寄宿していることなどを答えた。それで話は途切れた。土田も父母は健在だし、 娘の鈴の下に男の子が生まれ、鶴之助と名付けて、今年三歳になっていた。しかし、問われないのに話すきっかけもなく、土田は別れを告げて去ろうとした。すると鈴が微笑しながら、一つだけ聞かせてもらいたいことがあると呼び止めた。あれから、 丸六年になります、と静が言った。世間の噂もすっかり消えてしまったようですから、もう本当のことをおっしゃってくださってもよろしゅうございましょう。おのが倒れましてから亡くなるまで、土田様は一度も見舞いに来てはくださいませんでした。どういうわけで、 いらっしゃらなかったのか、わけを話していただけませんでしょうか。土田昭三郎は静の顔を見た。静は微笑しているのではなかった。かすかに赤らんだその顔には、恐れと期待と好奇心とが入り混じった。 しかもそれを表すまいとする努力が、微笑しているような印象を与えたのであった。過ぎたことですが、人には知られたくないのです。と、土田は空へ目をやりながら静かに言った。あなたは秘密を守ってくれますかはい。静は力強くうなずいた。 土田正三郎は履物のつま先で地面に散っている落ち葉をかき分けた。ひっそりとした墓地の中で落ち葉の触れ合う乾いた音が驚くほど高く聞こえた。十代優は私に道場の市販役を継がせるつもりでした。と土田は話し出した。 かなり前からのことで、私は相手にしなかったが、彼は幾くたびも繰り返し、飽きることなく私をくどいたものです。師範の自席には安川大蔵がいるし、安川は師範として十分の腕を持っていました。重大友はどういうわけか、それを認めようとしません。 そのうちに、彼はあなたをめとりました。安川の妹であるあなたをです。静の顔が引き締まり、その目は何かを探るように、土田の言う言葉の裏にあるものを探り当てようとでもするように、熱心に土田の表情を見守った。 重大優には口実が増えたわけです。妻の兄に自分の役目を継がせることはできないとね。土田は非常とも言える口ぶりで続けた。私が見舞いに行けば必ずその話が出たでしょう。道場で倒れた時も私はその話に触れないように努めました。 もし既得の病床で頼まれれば嫌とは言えませんし、約束してしまえば保護にはできない。それでは済まない。私の中老という職から言っても、安川大蔵に対しても、それでは済まないことになる。それで見舞いには行けなかったのです。 シズの顔に寂しそうな失望の色が現れた。土田章三郎は素早くそれを認めたが、声の調子は変えなかった。無情な奴だというような噂は随分聞きました。と言って、土田は片手をゆっくりと振った。噂などは何とも思わなかった。 言うだけ言えば飽きるものですからね。けれども、見舞いに行けないという辛さは耐え難いものでしたよ。あなたならわかってくださるでしょう。私は辛かった。シズは頷いたが、それは力もないし、意志も感じられない頷き方で、心はもうそこにないようであった。 それだけでございますかと、しずは細い声で問い返した。他に、死災はなかったのでしょうか土田正三郎は黙っていた。よくわかりました。しずはそっと辞儀をしていった。これで、私の気持ちも落ち着きます。決して、 単言はいたしません。ありがとうございました。土田は会釈をしてそこを去った。彼の顔には、しずとは反対に、明るく挑戦的な微笑が浮かんでいた。目に見えない誰かを空に描いて、そのものに得意な目混ぜでもするような、 満足げな微笑であった。どうだ、十大湯。見事なものだろう。寺の山門を出ると、土田はそう言い出した。俺が見舞いに行かなかったのは、あの人のためさ。いつか、お前は言ったな。俺たちは二人一緒にいると、一人になってしまう。 俺たちはいつも同じ娘に恋してしまうし、娘の方でもどっちが好きか判別がつかなくなる。奇妙なありえないことのようだが、事実がその通りだったことは、俺とお前がよく知っていた。死んでしまった今は、お前にも見通しだろう、と土田は続けた。 俺がマスヘイのおみのと結婚しなかったのは、おみのが表紙抜けしたのではなく、俺の方で興味がなくなったからだ。十代友と一緒でなければ、これっぽっちも興味が湧かないんだ。これが本当のことなんだ。お前は喋りすぎるぞ。その小言はもう聞かないな。 十代優はこの世の人間じゃないんだから。土田は喋りすぎる。俺が見前に行かなかったのは、既得の病床にいる十代優に、あの人と俺の並んだ姿を見せたくないと思ったためだ。と土田は言った。そしてまたあの人にも、俺と 十代祐の二人が一緒にいるところを見せたくなかった。今になればつまらないことのようだ。子供っぽい心配のようだが、あの当時の俺たちの間では大切なことだった。十代祐にも、しずさんにも、俺にも、そうだろう。その証拠は今。 あの人の顔に現れていた。お前もあの表情は見ただろう。俺が師範の後継ぎの話をした時のあのがっかりしたような顔つきをさ。もうそのくらいでよせ。そうしよう。と言って、土田はまた微笑した。だが断っておく。 安川を師範に据えようと思ったのも事実なんだぜ。いいよ、俺は喋りすぎた。これでやめるよ。土田正三郎はゆったりとした大股で、オクラの辻の方へ曲がっていった。